はいどうも、楽しいシグハード時間ですよ。今日はですね、またまたやってきてしまいました。今日ちょっと悩んだ、まだ角をくくってまた曲がったところに放ってるんで、あの外観は取り直しますけれども、またまたやってきてしまいました。上野のね、のぞみ屋さんです。なぜやってきたかと言いますとですね、この間来た時にですね、あの僕の得意の武器、あのくるくる回すターンテーブル、あれをね忘れてしまいまして、忘れて、あれどこだったかな、だいぶ経ってから思い出したんですよ。でどこだったかな、あれ最後そうだ使ったなと、ちょっとご連絡してみようかと、連絡してみようか、確認してみようと電話したら、あございますよと、取ってありました、のぞみ屋さんありがとうございますということでやってきました。でせっかく来るんですから、忘れ物取るだけじゃなくてさ、ピックアップするだけじゃなくて、もちろん食べたいじゃないですか。やっぱこの間食べたの美味しかったからね、またあの贅沢なやつ、まあ、チャーシューもあったからな、チャーシューのやつでもいいんだけど、まあちょっと全部のせの方でいきましょうか。全部のせて、もちろん濃いめ多めで、今日ものぞみ屋さん美味しくいただいていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってきます。
ません、ご飯をおかわりお願いします。ああ、はい、どうぞ。ああ、はい、すみません、おかわりです。ありがとうございます。
はい、行ってきましたよ。いやー、やっぱ美味しかったですね。また今日も今回も一番出たかな、まあ、チャーシューの方あるんだけど全部のせの方で、やってきました、濃いめ多めでご飯もおかわりしちゃいましたね。やっぱ美味しかった。まあこれなんつうんだろうな、あえて言うならば忘れ物してよかったなと、忘れ物してよかったなという感じでございます。大変美味しいラーメンでした。上野の駅の近くですね、のぞみ屋さん。今日僕が食べたのは全部のせラーメン、全部のせラーメン濃いめ多めご飯付き。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。